はい、皆さん、こんにちは。もち TV です。ということで、今回もウィニングレム2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回は監督紹介、レーブ監督ですね。ドイツ代表の監督ということで、今回こちらの監督ね、紹介していきたいと思います。ゲルマン魂。はい。ということで、なんかね、やっぱ監督紹介してると思うのが、なんかさ、ワントップとスリートップのさ、高校生の監督多くないって思うんだよね。ツートップいないの？全然いないよ。ツートップもいるんだけど、要は、442とかがいないんだよね。例えば3、え、でも、あ、シメオネじゃないだから。まあ、シメオネぐらい。3枚のバックで、2枚とかはグアウディオラとかさ。なんか442っていうシステムがあんまりないよね。なるほど。ああいうのが。バルセロナはまだ来ないの。いや、だから442。442なんで。あ、442なんだ。そんなにね、コスト高くないんだよ。なるほど。ということで、まあ、レーブ使っていくわけなんですけれども、まあ、今見てもらえば分かるんですけれども、ポゼッションショートパス、サイド流動的、フォアチェックサイドアグレなんですけれども、よくあのスコラーリと全く比較されるというか、そう、もうね、一緒なんですよ。で、どこが違うかっていうと、守備エリアだけが、スコラーリの場合だと、フォアチェック中央アグレに対して、うん、レーブがフォアチェックサイドなんですよ。ここだけの違い。なるほど。なんですけれども、まあ、攻め方が中央かサイドかどっちかってこと？いや、違う違う、追い込みエリア。あ、追い込みエリアか。で、要は、スコラーリの場合はディフェンシブ戦術だと全く違うカウンターとかになってくるんだけど、あ、なるほど。レーブはオフェンシブもディフェンシブも全部同じなんだよね。あ、はいはいはい。ということで、まあ、今回、まあ、レーブといえば、まあ、ゼロトップって言われてて、セカンドトップで前線に使うのがあれなんですけど、まあ、ロナウドが、ね、絶好調なんで、ロナウド選手絶好調で使って後半ね、ミュラーがちょうどスパサブ持ってるんで、あ、なるほど、ロナウドのところに変えてミュラーをね、はいはいはい、入れていくと、言った形で、まあ、ちょうどミュラーもドイツ代表だしね。そうということで、まあ、今回のメンバーも見てもらえば分かるんで、ちょっとドイツの選手多めで、あ、なるほど、ボアテング、ノイヤー、フメルス、クリーン、おー、フメルス、ね、ちょ、普段使わないようなドイツの選手を入れてみてやってみましょうということで、ね、これ一応だからスコラーリと違うところが数値以外のところ、うん、だと、まあ、どんな感じで出てくるのかっていうのは試合やってみないと分かんないからね。そうでね、結構やってて思うのは、まあ、本当似てるからそうなんだけど、うん、だ若干サイドの張りが、あ、怖い、危ないね、はい、ノイヤーはあれ、ね、ノイヤーはやっぱりフォアチェックの監督には攻撃的 GK はいいかもしれない。ああ、合うね、裏ケアをしてくれるんで、うん、高いラインに対して、まあ、それを抜かれてループされるあれもあるけど、うん、ここはいいかなということで、これがね、サイドからこう流れてきて、これですね、相手の方が、シメオネなんですけれども、シメオネが確かフォアチェック中央で、追い込みで中央に対して、やっぱりこっちは攻撃でサイドなんで、シメオネのスーパースター、これ、うん、シメオネね、オンラインの形、ね、あ、これオンラインね、はい、サイドから入っていくと、なるほど、いった形を取れば、シメオネに対しては相性がね、非常にいいと思いますね、この監督サイドなんで、ね、まあ、なんかワントップで、あのフィリピスコラリ使ってる時に、はい、あのフィリピ出してよかったですかね、あれ、なんかまあ自分はレーブ使ってますみたいな、うんうん、そういう人も結構いたんですけど、なんか違いはこのやっていて、サイドの張りかな、やっぱサイドの張りがないと、うん、サイドが要はあの寄ってくる、うん、キュッとしてるんですけれども、これね、いい守備ですね。今前線ですごい囲って取りましたけど、ここのねところが、まあ、この場合は開いてるね、結構、うん、ただなんか俺はやってて思うのは、スコラーリの方がちょっとあの選手と選手の距離は遠いかなっていう、なるほど、いい意味でなんだけど、惜しい。だから、まあ、どちらかというと、おもちゃ TV は、まあ、スコラーリの遠い距離の方がちょっと使いやすいかなと。そうだね、程よいそのスペースがあった方が、うん、あのいいかなということで、まあ、でも、レイブもレイブで普通に強いんですけど、監督としては十分。そうだね。ちょっとパス流れちゃってますね、トニー・クロスの。さあ、相手に取られていくか。あ、取り返して頑張った。ああ。頑張れ、イスコとかもね、そう使ってますね。イスコいい。あ、これ前線からナイス守備。ルカ・モドリッチ。はい、あ、ちょっとあの人早いな。ちょっとあの人早いね。早い、うん。シュートがね、すごいの絶好調だから。いや、ってか、足たった方だったよね、今。後ろからだったからね。うん、どう考えても追いつけないよ。あ、いや、ハマってますね、守備が。いい感じに。守備も結構、なんて言うんだろう。フォアチェックなんでね、うん、かなり硬い。ワントップなんだけど、そうそう、こう、なんか、はめて取るみたいな。そう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 。うん、まあ、そんなにガツガツいく感じかなと思ったけど、まあ、相手が結構、うん、適度に攻めてきたら適度に行くみたいな感じで、バランスがいいのかもしれないですね。ここね、ここ見てほしいんですけど、うん、相手のあれ、チアゴシルバが、あのワントップによくある攻撃の仕方なんだけど、うん、結構攻撃、ワントップ難しいって言われてるコメントも来るんですけど、うん、今のところがすごい出てるんですけど、あの要はイスコでね、トップ下の、うん。イスコが追い越した時に、
あの方はチアゴシルバを下げたんだよね、うん、そのロナウドフリーなんだよね、ロナウド前向けちゃうからあそこがワントップの詰めだと思うんだよね。でもまああそこでなかなか打ってはなかなか決めるのもな大変なんだけどね。ちょっと俺のシュートが下手くそで吹かしちゃったんだけどさあ危ないね。あ、怖い怖い怖い、okay、あこれも惜しかったな、ダイレで打ってもよかったかもしれないね。吹かしちゃったんだけどあそこで、まあ、打たないでまたイスコを使ったりとかあのやるともっと攻撃に厚みが出てくるかなと言ったから、うん、このねやっぱりトップ下をうまく使ってあげるとワントップは強い。なるほど、トップ下の攻撃参加だね、こことの参加。あーっとここはでも読んできてるんです ね相手もシメオネなんでね、やっぱりなかなか守備も硬いんで相手の方も、うん、崩すのは困難なんですけど、あーうまい、ここ決まるよ。あー打っときゃよかったかもしれん、うん、ただまああの距離だったらノイア止めるでしょ。まあコース限定したからもう結構コース限定したね、うん、あまあサネだしねシュートってあれクリノナだったら怖いけど、まあ、サネなんで決めてきちゃうだろうな。そう決めてきちゃうからといった感じで、ね、まあ 1-0 なんですけど、まあ基本的にはやっぱりサイドからこうあの1点目みたいな感じで、ベールから流れていくといった感じの攻撃できれば、結構うまくねできるんじゃないかなということ。まだここは、ロナウド使ってますね。絶好調でまだあんなスタミナあるからね。てかロナウドはスタミナがあるんだよね。93なのよ。だから前半から使うっていうのがやっぱすごい、まあ、強みとしても当然あるし93なの。スタミナもあるんだからやばいよな。さあここねシメオネは、まあ、大体こんな攻撃だよね。やっぱり待ってちょっと待ってこねてっていうので、うん、攻めていくといった感じで枚数は多いんでね。ここら辺ねパスはつながりやすいと、うん、ここね、うん、ここのパスがちょっとワントップの場合は結構雑だと、ねうん、まあなかなかリズムは作りづらいと思うのかもしれないね。ちょっと読まれちゃいましたね、うん、ただまあ守備はねやっぱ比較的硬いんで、まあ前目に人がいない分中の方で取られたら絶対いけないっていうのもあるしね。さあ、さあここ外していけとモドリッチボランチをね参加させてイスコここでねそうやっぱ引いてるんで、うん、リトリートなんでちょっと外していかないといけない。さあ来た、いやー惜しい、うん、いやーでもあれはブッフォン、うん、止めてくるよ、ね、あのぐらいだったら止めてくるブッフォンは。でもちょっとねシミオネの場合は、うん、ちょっと外さないといけないかなっていうのもあるよね。やっぱり攻撃陣というかまあワントップだからやっぱりサイドうまく使ったりとかしてしないとなかなか厳しいところはありそうだな、うん、ということでここで、ミラーですね、はい、セカンドトップでゼロトップみたいな感じで、ね、セカンドトップが結構ね良かった。これがまあ本来の使い方っちゃ使い方なのかもしれないしね、うん、ゼロトップ気味にするっていうのが誰かいるかなセカンドトップで。ロナウド、スアレス、まあ、うん、でもやっぱある程度デカさ求めたいよね。ワントップだとちょっとレバンドスキとかかな。まあセカンドトップできるでかいのっていうと、うん、まあやっぱミュラーとか、まあでもゼロトップだからね。そうだね。まあいいすか、ミュラーだとやっぱりあそこまで落ちてきてるんだよね。結構低い位置まで落ちてくると。いやーちょっとここでのね、やっぱミス一番このワントップでは厳しい形なんで、ここをしっかり守っとかないと厳しいと。ただもうここまでね下がってればいいんですよ。要はこのディフェンスラインがワントップで厳しいのは、結構高い位置取っちゃってる時にやらかすとやばい。すごい。さあここが結構でもいい位置っちゃいい位置やね。引いてくれればね、引いてればいいんだけどね、多少のミスは。さあイスコ、いやー、うん、あここを狙っていきたいね、うん、さあなかなか相手の人も硬いんで、硬い硬い、ちょっといい攻撃が、うん、あんまり、まあ、ゴールねつなげるやつがあんまないけど、うん、まあ、シミオネだとね、なんつう裏取るのって結構難しいからね、リトリートで下がっちゃう。おー早い、イケメール、いやー惜しい。いや結構早め打ったんだけどな今あれね、まあしゃあないな、あれはオモロだよね、オモロ、ね、ああいう時ベッカムとかジーコとかちょっと欲しいんだけどな、オモロ。さあここね裏はしっかりついてるんで、まあこの形になればフォアチェックでも関係ないんであれなんですけど、やっぱり問題はこっちが高い位置でボール回している時に取られるのは結構まずいかな。カウンター食らって一発でやられちゃうんで、うん、そこはちょっと気をつけないといけない。さあ来た、さあトニクロ、おこれね、おお、いや素晴らしい、ブラボー、ゴラッソ、これなんて言うんだろう、まあしょうがないね、相手からしてもこのゴール、これは防げないわこれはしょうがない、しゃあないゴールだな、これはゴラッソだよ、あれ別に狙ってできるもんじゃないから、あれは。今やっぱりトニクロもね。いや、まあ良かったけどさ。ドイツコンビよ。ゲルマン魂。いや、でも、あれは、あれはまあ、しゃあないね。ゲルマン魂。うん。
やっぱりびっくりするタイプだね、あれ。ああいうのはミュラーがやっぱり結構低い位置で受けるっていうのがいいのかもしれないね。そうだね。逆にやっぱりまあ後からこうわらわら浮き出していってもらった方がいいんだけど、でもまあ得点の形は全然違うからなそう、さあ来た。ここああそうなんだよね、ここがちょっとなかなか厳しいってところがある、うん、あのシュート笑っちゃうの。ちょっとスーパーゴールに助けられたってところあるけど、あれよく決まったな、あれすげえな。あれなんだろう、なんか一回浮かした分だけちょっと時間変な感じになっちゃったかな、ノイアーも。いや、ね、あ、ノイアー、ブッフォン、うん、これがでもさっき3点目が結構ワントップの形というか。そうだね、1点目と3点目、うん、1点目もよくあるね、サイドから流れて。シミオネってね、シミオネに対する攻略動画みたいなの作ってもいいんだけど、うん、まあ、言っちゃうとやっぱりサイドから流れてくると、うん、結構起点になるんでゴールの。別の動画でまた話そうかな、それは、うん、はい、ということでね、まあ、見てもらうシュートは一応ゼロと、うん、いった感じで。硬さはあるね、うん、圧倒したんで、まあ良かったかなといった感じで。選手評価は一応コーチーニョがね、8.5 と。コーチーニョ、うん、出てたからね。いや、いたよ。どう考えてもミュラーでしょ。いやいや、あのシュート決めてんのぞ。ハイライト見てよ、これね、サイドから流れてきて。あ、まあでも決めてるけれ、あ、3点目決めたのかな、また。いや、3点目はイスコ。え、じゃあミラーでいいじゃん。どうなってんだろうね。これまあそうでもないのか。これすごいな。これ立った方はやばかったよね。ドーンって思いっきりぶつけてたけど、まあこれがね、できるのが、まあ、人造人間なんで。ここね、吹かしちゃったんだけど、ここでのもうちょっとアイデアがね、あるところ見せるとよかったんだけど、ちょっと力入りすぎて。あれはね、結構相手の守備がちゃんとはまってた。これでしょ。どう考えても。これあれなのかな、やっぱそのポーンっていうなんかあの時間のなんか違いというか、うん、あれでなんかわけわかんなくなっちゃうのかな。あれスーパーゴールよあれ。まあでもあれ結構ね、なんか浮き玉にダーンとか打つとやっぱ入るよね。入るね。入るんで、ああいうのはやっぱりトニークロスって PSO だと結構使いづらいんだけど、うん、アプリだと結構強くて、普通にボールめっちゃあれなんつうのこねれて、うん、でキックできてみたいな感じで。ワンタッチパス持ってたかな、わかんないんですけど、普通マジ強いんだよね、トニクロ。とな感じでね、まぁ、今回はレーブ監督をね、はい、使ってきたということで、まぁ、もう一回おさらいすると、ポゼッション、ショートパス、サイド、流動的、フォアチェック、サイド。あれスコラーリも攻撃エリアってサイドだったっけ。スコラーリもサイドです。あ、なるほど。で、フォアチェック、サイド、アグレなんでね。まぁ、あれですね、スコラーリと違うのは追い込むエリアがスコラーリの場合中央で、スコラーリの場合ディフェンス戦術が全く違う、うん、戦術を取っていると。確かこれね見せると思うんですけれども、監督変更でね、はい、スコラーリですね、はい、こっちね同じなんですよ、うん、こっちショートパスサイド入れておいて、こっちこっち中央アグレなんだよね。この違いなんで、まあでも個人的にちょっと思うのは、レーブの方が選手間の距離は近い。あ、なるほど。っていうのはあります。で、スコラーリの方が、ちょっと張ってるっていう感じがあるんで、はいはい、まあ、そこは好みなんで、まあ、結構選手間の距離が近い方がいいなって思う人はそっちでいいと思うし、ちょっとスペースがあった方が、自分はそこにドリブルとかしたりとか、うん、なんか開いてた方がいいなっていう方は、まあ、スコラーリがいいのかなといった感じ。結構もう本当に似てる監督なんで、ただ言えるのはレイブもスコラーリも、まあ、どっちも結構強いと。いうことは確かな、ね、コストは同じなんだっけ。コストは770でレイブの方がちょっと高いね。あ、なるほど。スコラーリ730なんでね。まあだから選手をとつってる人とかで結構ワントップでスコラーリみたいなサッカーしたいなみたいな人はレイブの方が、なるほど、使ってくるとまあいいのかなといった感じで、まあ、今回はね紹介してきました。ということで、また次回も、さよなら、ボー。